電子グローカルニュースの時間がやってまいりました。この番組は伊勢新聞社協力のもと、まさに電子の言葉通り7つの海を越えて三重県内外の情報を世界に伝える地域情報番組です。ここでは私が独自の視点でピックアップした今あなたに届けたいニュースをお届けします。本日は10月7日月曜日から10月13日日曜日までの伊勢新聞の中からピックアップ。電子地底万古作家協会展、久喜産業産地化プロジェクト、温泉ガストロノミーウォーキング、フランスで浜文化発信、伊勢新聞政経懇話会、以上5つのニュースをお届けします。それでは最初に10月12日土曜日7面電子地底万古作家協会展の記事からです。四日市万古作家協会展が11日、三重県四日市市高砂町にある国の登録有形文化財電子地底で始まりました。万古焼の伝統を受け継ぎながら独自の作風を追求した協会作家10人の渾身の10作品が並びました。電子地底での開催は2回目、万古焼の創始者ヌナ・ミローザンの生誕300年記念イベントとして昨年10月に開いて以来で、今回はローザンの死後一時途絶えた万古焼を再興させた桑名の商人森雄節の功績に焦点を当てました。会場には雄節の再興万古をテーマに木型を使って製作した急須やピンク色の上薬松園自由があしらわれた酒杯などが並びます。清白寺の急須を出品した清水淳さんは10人それぞれの個性あふれる作品を楽しんでと話しました。四日市万古作家協会展開催されました。出展いただきました作家10名の先生方、若手作家の皆様、そして電子地底にやはりこうお越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。素晴らしい万古焼の数々で電子地底を彩っていただいたのではないかなと思います。万古焼の展示とともに電子地底神楽から提供したのはお食事万古焼御膳でございます。いかがでしたでしょうか。万古の器で盛り付けた今回のこの御膳、展示だけでなく実際に万古焼をこの使用した魅力、こちらをねぜひ感じていただきたいという思いで企画させていただいたものです。さて今回の協会展は12日土曜日の開催を台風接近に伴い中止させていただきました。事前に多くのご予約をいただいていたにもかかわらず、まあ、こういった形でねお休みさせていただきましたので、まあ、ご迷惑をおかけしたなというふうに思っております。まあ、ただ安全第一ですし、この電子地底いつ暴風でね瓦が飛んできたりしたら危ないですからね、まあ、そういったことの安全の配慮で、1日お休みさせていただきました。残念ながら行けなかったわという方にこう朗報でございますよ。この展示会の模様10月22日の三重テレビ番組高血ともいでの三重県応援団で放送予定です。こちらご覧いただければと思います。作家協会展は終了しましたが、出展していただいた万古焼は一部そのまま展示しております。また森雄節の古万古もご覧いただくことができます。ぜひ電子地底に足をお運びください。それでは続きまして10月7日月曜日8面久喜産業産地化プロジェクトの記事です。自給率 0.03% の国産ごま生産拡大に向け、ごま製造メーカーの久喜産業は三重県ごま産地化プロジェクトとして国産ごま栽培を5年前から進めています。昨年は県内36カ所、今年も県内42カ所約 16.5 ヘクタールで栽培しており、松阪市では農業者だけでなく福祉事業所小石の里、県立明野高校とも連携して初めて取り組みました。小石の里の職員や入所者と同校生産科学科3年の生徒らは6月下旬の種まきから共同で作業を進め、同社の指導を受けながら除草、肥料やり、約2週間前の収穫まで取り組んできました。収穫したごまの乾燥が終了し、同市稲城町の小石の里近くの乾燥ハウスで4日、手や木の棒でごまの木を叩いて実を落とす脱粒、ごま以外のものを取り除く調整や選別などの作業が行われました。脱粒後はブルーシートの上に落としたものの中からろ過器を使って2ミリ以上のものと1ミリ未満のものを除去し、
商品流通する1ミリ以上2ミリ未満の粒を選別。出来上がったごまは同社を通して販売予定で、男子生徒の一人は初めて取り組んだが、ごまの粒がこんなに小さいとは思わなかった。協力して作ったごまが全国に届くようになってほしいと話していました。作業を見守った同社の近藤和夫技術顧問は、学生には作物の勉強になり、難しい作業はないので、福祉事業所の方の仕事も作ることもできる。機械化も進めつつ、手作業も大切にし、日本柱で進め、日本中で作っていただけるように、三重が先駆けになればと述べました。国産ごまの自給率が 0.03% なんですね。知らなかった。日本の食卓に並んでいるこのごま、ほとんどが輸入であるということなんですね。農家にとってこのごまの栽培はほとんど手作業で、手間がかかっていて、高齢化もあって生産量は減り続けているというのが現状だそうです。こうした課題感を受けて、今回の久喜産業さんでは国産ごま栽培に力を入れているということなんでしょうか。これを解決するために、福祉事業所などと連携して仕事を創出して、課題感を解決しようという取り組みは、なかなか面白い取り組みではないかと思っています。国産ごまはセサミンなどの機能性成分が多く含まれていることで知られていまして、需要は年々高くなってきているそうです。その需要に応えるように、多くの方が手間暇かけて栽培してくださっているごまですよ。しかもこの1ミリから2ミリの間じゃないといけないっていうね、大きすぎてもダメ、小さすぎてもダメっていう、この難しい、ごほんと小さいですからね、この部分を選別するっていうのも相当大変なんじゃないかなっていうふうに思います。この国産ごま、少しですね、こういった背景も知りながら意識して食事に一品加えていくというのもいいかもしれませんね。続きまして、10月10日木曜日6面、温泉ガストロノミーウォーキングの記事です。33フィナンシャルグループの三重銀行、第三銀行と33総研は9日、 ANA 総合研究所温泉ガストロノミーツーリズム推進機構との5社連携協定に基づき、11月23日に温泉ガストロノミーウォーキング in 湯の山温泉を開催すると発表しました。昨年に続いて県内で2回目の開催で、湯の山温泉街の活性化につなげる目的です。温泉ガストロノミーウォーキングは約7キロのコースをウォーキングしながら、魅力あるスポットでの観光、特産品などの食、心と体を癒す温泉を満喫してもらうイベントで、募集定員は300人。ガストロノミーツーリズムとは、欧米で普及している旅のスタイルで、その土地を歩きながら、その土地ならではの食を楽しみ、歴史や文化を知る旅のこと。日本が世界に誇る温泉をプラスした新体験が温泉ガストロノミーツーリズムで、温泉としたのは、海外からの観光客にも温泉の魅力を広く発信したい思いがあるためといいます。温泉ガストロノミーツーリズム、ローマ字で書くんですね、温泉でございます。昨年に引き続き2回目の開催となります。昨年のリポート、拝見しました。昨年でしたらアクアイグニスが出発地になっていて、鴨石川大橋や御在所ロープウェイなどが各絶景スポットにポイントとして設定され、地元名物やお酒をいただけるということです。またポイントにいるスタッフの方々の温かいおもてなしが参加者の満足度に表れているようなんです。菰野町の地元の人たちを、菰野町の菰野字と人という字を合わせて菰野中と呼ばれているそうです。ウミンチュのこの派生でしょうね。この菰野中の皆さんとの触れ合いもイベントの醍醐味の一つとなっているそうです。そしてゴールは湯の山温泉、歩いて汗をかいて食と酒を楽しみ堪能した最後の締めくくりが温泉に浸かってほっこりすると。今ここでこう私が自分で話していながら、いや、なんて幸せな旅なんだろうかと、やっぱりこう単純に癒しだけでは不十分だと思うんですよね。ちょっとこう大変な思いをして汗をかいて、その後で入る温泉、疲れているからこそ染み渡る日本酒、いや、いいんじゃないですか。いや、これ羨ましいなという気持ちでいっぱいになってしまいますね。開催日は今年の11月23日です。定員次第締め切りということですので、ぜひお早めにお申し込みください。続きまして、10月12日土曜日15面、フランスで海女文化発信の記事です。
海女文化を PR するために7日から13日の日程でフランスを訪れている三重県の中村金一郎鳥羽市長らは、現地時間10日夜パリの日本文化会館でトークショーに参加しました。海女で写真家の大野愛子さんらがフランスや日本の政府関係者ら約110人を前に海女文化の魅力を発信しました。鳥羽市が6月フランス・ドイツの共同公営放送アルテのクルーを招いて撮影した番組の放送に合わせた企画、奇跡の海と題し、大野さんのほか三重大人文学部教授で海女振興協議会長の塚本明さん、番組制作者のエルワン・ロウソーさん、ツアーコンダクターとして制作に協力したフランク・サドランさんが対談しました。会場では撮影クルーが6月5日から9日にわたって鳥羽市内を撮影した様子が公開されました。エルワンさんは、実際に見るまで海女は実在しないと思っていたが、多くの海女がいて驚いた。鳥羽は最高の食事があり、水平線から昇る朝日は最高だったと感想を語りました。大野さんは写真や道具を使って海女漁や日常生活を紹介。海女は古くから女性が活躍する職業で、現代の先駆けと言えると語りました。塚本さんも浮世絵や万葉集などの文献から海女の歴史を説明しました。市によると、会場では獲物の大きさは決まっているのか、いつから潜れるようになるのかなどと質問が上がりました。来場者の一人は、海女のことがよくわかり、鳥羽の魅力を感じたとし、パリ日本文化会館の担当者もこれまで行った日本イベントの中でも評価が高いと語りました。番組は11月8日に真珠のタイトルでフランスやドイツ、EU 各国を対象に放送されます。何度かお伝えしてきました鳥羽市が海女文化を積極的に国外へ発信している記事の一つになっています。今年の5月に鳥羽市と志摩市の海女文化が日本遺産に登録されましたね。この登録を受けてから鳥羽市は特に国外からの誘客に力を入れているように感じています。フランス、ドイツの公営放送が実際に撮影した映像が公開されたということですが、いや、一体どんな内容になったんでしょうか。タイトルが海女ではなく真珠となっていることがまた想像をかきたてますよね。ぜひ番組拝見したいと思うんです。最近はネットフリックスなどインターネットを通じた動画配信サービスも盛んです。この EU だけではなくて、ぜひせっかくこう取材をした場所ですので、この日本でも公開してほしい、そういうふうに思っております。それでは最後に、10月12日土曜日2面、伊勢新聞政経懇話会の記事です。伊勢新聞政経懇話会10月例会が11日、三重県津市大門の都シティ津で開かれました。伊勢市のクラフトビール伊勢門屋ビールを製造販売する二軒茶屋餅門屋本店の鈴木成弘社長が、発酵やろう伊勢から世界へと題して講演しました。鈴木氏は大学卒業後に実家に戻ったものの、業務に飽き、地ビールの規制緩和に注目してクラフトビールの世界に飛び込んだと説明。大学で微生物を研究していたことから、微生物が大好きで地元の伊勢を自慢してやりたいと思っていたと述べました。創業当時から世界一を目指したと振り返り、伊勢と名のつくものを作る以上、いい加減なものは出せないと思っていたと強調。審査員資格を取得し、国際大会の審査員を務めることで世界一に選ばれるビールのイメージをつかんだといいます。創業から6年後に国際大会で金賞を受賞し、世界で評価されるように。ところが、世界一になれば売れると思っていたら全然売れなかったと明かしました。経営改革で自社の売り上げは伸びている一方、ビール市場の中でクラフトビールのシェアはわずか 1% で、いつなくなってもおかしくないと指摘。せめて 5% にならないと安定した市場にはならないと主張し、業界全体の底上げに注力する考えを示しました。第71回グローカルニュースにて
ビール国際コンテストで二軒茶屋持ち角屋本店が販売しているフェールエールが金賞受賞したとお伝えしました。コメントでは二軒茶屋持ち角屋本店さんが伊藤ビールを製造していることも私からお伝えしたところです。ただ以前取り上げた記事の中では鈴木社長のお人柄までは伝えることはできませんでした。今回の記事を見る限りですと、こう人間臭いと言いますか、この人間味あふれるビール作りに、そして熱く微生物に目を向ける、そんな社長なんだという思いが伝わってきますね。なんといってもタイトルが発酵野郎ですからね。電子地ステーションとしましても、この取材や講演を積極的にお願いしていきたいと思っています。やはり電子地でも置いている伊藤ビールの製造元でございますよ。この伊藤ビールを製造する鈴木社長のビールに対する思いや情熱などを電子地ステーションでお届けすることで、背景を知ってビールがさらに美味しく感じると思いませんか。電子地で伊藤ビールを楽しんでいただくからにはですよ、最高に美味しい環境で飲んでいただきたい。そのためにはこの歴史を知り、どういった思いで作られ、どういった方が携わっているのか、これをお伝えして、その上でグッとこうビールを飲んでいただく、そういう風にすることで、全体この電子亭がお届けするこの伊藤ビールの美味しさ、料理神楽がお届けする料理の美味しさがより伝わるのではないかなと思っております。それではお別れの時間です。7つの海を越えて三重県内外の情報を世界に伝える地域情報番組、電子地グローカルニュース、これからも皆様に情報を届けていきますので、次回もどうぞご覧ください。